今回は3月1日の調整で武力低価値がマイナス4からマイナス5になったノーマル源の良し方を紹介。もともとの性能は自身の兵力がマイナス50される三国志の小毛角のような四季5で武力低下と速度を 0.4 倍にする棒なんで範囲は全方位。今まではニコス武力6で自身にデメリットがある小毛角と使いづらさが目立ち性能やったけど、武力低下値が上がって止めた相手から受けるダメージも減るから妨害としての強みが大きく上がって感じたよ。そんでこのカードを使うなら優雅は舞台がおすすめかな。妨害は知力差による効果時間の変動が大きく復元が残った時の有効な流派1、兵力減少のデメリットを緩和しやすいに素武力の低さを補える3と全てが相性がいいね。報復の時、流派発動。一の方流派発動。一の方、敵陣はどっちだ。よろしい、我が輩が相手しよう。突撃。弱小決めてか。主に侍、敵を斬る。召集男児の肝っ玉、これよりお見せしよう。やれ、ぬわぎゃー。せよー、決めるき。死ね。せよー。撃ち抜け。決める。目が死ね。下がるか。つまらんな。敵陣はどっちだ。体勢を立て直す。突撃。弱小、ここまでか。下がれ。突撃。打ち抜け。主に三代、敵を斬る。目が。打ち抜け。召集男児の肝っ玉、これよりお見せしよう。生き死に神格も今回情報修正された1枚やね。武力12を対象にしても武力20になるのは圧巻。高火力型の号令として今後使われるかも。突撃。ぬわぎゃ。打ち抜け。死ね。打ち抜け。貴様。流派発動。三の方。
親父、すまない。死ぬ。貫け！前期解放。武家の力は多くの犠牲の上に成り立っている。切られる時が来たか。息子を頼む。敵陣はどっちだ。父上、一戦と地解放。攻勢に転じる。長州男児の肝っ玉、これよりお見せしよう。予備の兵力を使います。貴様も道連れにしてくれる。死ぬけ。息子を頼む。貫け。突撃。貫け。つまらんな。ぶっ倒れるまで突っ込むぜ。ジェクショー、明日へ希望をつなぐ。消える。貴様、こんな感じです。苦しい時にこそ生きる性能の妨害に変貌したよ。今回は2試合、次はせめて活躍した試合を用意したよ。よろしい、我が輩が相手しよう。貴様、名を名乗る。せよ。次の世代へ。死ね。てめえ。突撃。死ね。せよ。突撃。引き上げよう。流派発動。一の型。打ち抜け。打ち抜け。せよ。打
打ち抜け発動2の型ザッ突撃俺たち武士がこのでっかい天下を持ち上げてやるんだアルジェに侍敵を切る貴様も道連れにしてくれる今はそちらへ親父すまないこれ切られる時が来たかこれ心はおらねえ引き上げようぬわぎゃ息子を頼むせよやれ予備の兵力を体勢を立て直す報復の時三の型敵陣はどっちだ王政に転じるやれ主に三代敵を切る突撃無冠の若造なる我が名は音玉とならん平らのアツモリウスは、で、1.5 コスの自身が撤退する代わりに、指揮音で、平安の味方の武力をプラスこするコスパの高い号令。素武力5も捨てるのもあって採用しやすい有料カードやね。個人的に、ハーのセガが、アツモリネタをこすりに来なかったのはいないで、やんちゃだった子が落ち着いた高青年になった時みたいな、寂しさがあるね。突撃次の世代へ。心はおらねえ愚かでもかなわん俺様のまっすぐを打ち抜け引き上げようこのように攻め状況ならミニマウントで戦えるから兵力減少のデメリットは気にならんね視聴ありがとうございました。今回の調整でかなり使いやすくなった計略と感じたよ。